生んだ物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 生んダブ生ん <coughs> お坊さんが皆さんのお悩みにお答えする人生相談サイト「はすのっていうのに1000ぐらいお答えをさせていただいておりますでその1000ぐらいの中でコアな部分よかな多くの人が悩んでらっしゃるものを集めてお話をしてます今回は「旦那の浮気をどうしたらいいでしょう」というようなそういうお話ですねで えー、まあ端的に申し上げまして、えー、中には自分のやり方生き方がまずかったからあ旦那があよそで浮気するんで自分の生き方が変わったことで浮気余まりましたとかいうようなねそういうことはやっぱりないわけではないんですよ。えー、浄土真宗私は浄土真宗の僧侶ですけれども、えー、浄土真宗の中では「むつれ島のおかる道行」っていう人なんかはまさにそのパターンで。 で旦那さんの浮気そのこの人が宗教的なものを、えー、こう得た中で、えー、宗教的な幸せみたいなものを得ていかれた中で旦那の浮気止まったみたいな話があるわけですけれどもまあまあしかし、えー、残念ながらそういう例というのはあまり多くないのかなと思います。で多くないからこそ美談として残っていてで「むつれ島のおかるさんがね」っていう話で。 あのこう今でも亡くなってかなり経つんですけどもえこうやって人工に介謝するっていうのは珍しいケースやからですね、えー、言い換えるとなかなか浮気癖の停止が浮気やめるいうことはなかなか難しいものだなと思いますで,ですからハスの葉のこうお悩みを聞いてみましても まあ、一回の不倫でプッチン切れるというようなことではなくて何回も浮気されてますみたいなお悩みの方が数としては圧倒的に多いということです。で、えー、これについてですね私の答えはある程度決まってましてあな、えー、たには二つのやり方がありますと。で、えー、つはですね、えー、もう浮気しようがどうしようが金さえ運んでくれたら文句は言わないよと。 であのこう給料さえ運んでくれたらお前あ後のことは好きにしとけ言ってで子供育育ってってで自分はこう亭定に食わしてもらうっていうそのやり方がありますね、うんあの。これは一つのやり方です。でそんなふうな道を選んでいる奥さん方もたくさんおられます。でもう一つは、えー、まあどうもやっぱ我慢できないと。 でいうようなことでしたらもうさっさと離婚されるということですね、えー、浮気癖の亭主がねあの浮気余るいうことは、えー、これはもうほぼありませんから <laughs> ほぼありませんから、えー、こうもうさっさと離婚しはるとでただし、えー、これいつもいろんな動画とかいろんなところで喋ってるわけですけどもただしですよ、えー、私あの いろんなとこか野菜もろてでそのもろた野菜やお米お野菜とお米もらうね野菜とお米をもろて社協さんに持って行って社協さん社会福祉協議会さんがですね、えー、こうちょっと経済的に恵まれないようなご家庭に、えー、こうその野菜やお米を私が持っていったお米を配ってくれてはるわけです。 でじゃあどんなご家庭に私がもろてきたお米が届いていってるのかと言いますと、えー、まあ東近江市なんやけど東近江市なんかは定住外国人の人が多いんで定住外国人の人はちっとやっぱ生活に困ってはるケースがあって、えー、そこにお野菜が届くとであともう大体お分かりになると思いますけど。<laughs> あとと残るののはシングルマザーのご家庭です <laughs> で、えー、そんなことなこだから皆さんあの現実としてはシングルマザーのご家庭をって、まあ、もちろんシングルマザーのお医者さんとかさ、えー、シングルマザーの、えー、会社の社長さんとかいくらでも言い張りますから必ずシングルマザーがおあの。 お金がないということではないいいとととううこででは思んすけど探せばそんな人もたくさんいると思うんですけどまあやっぱ基本シングルマザーのご家庭はやっぱ生活がしんどいわけです。でそれをやっぱり考えた時に必ず旦那の不倫が我慢できないから離婚しますっていうのはやっぱ、えー、いいやり方じゃないのかもしれませんよねっていうことです。 でえそこで、えこ,うまあ、こんなこと言うたらあかんのか知らんけれども、まあ、言うたら、たっぷりエビデンスを残しといて、で訴訟沙汰弁護士入ってたいう,ような話になるわけですから、あの時に、こうこ,こまで離婚されてるんや,や、失礼、ここまで浮気されてるんやいうことをね、偶物でも,でもねもう伝用な形でえ、証拠をたっぷり集めとかは,はることやと思いますね、そ,そしたらやっぱり、旦那も金出さなきゃしょうがないんで。 そうしないとやっぱ子どもさんも育てていけませんからシングルマザーで子ども育てるんやあいつそんな簡単なもんじゃないんで,でそしたらやっぱりなるべくね取れるものはしっかり取るとそんなこと坊さんが言うてもいいのか <laughs> って思われるかもしれませんからまあそういうこと子どもさんのことまで思ったらやっぱそうしなきゃいけないですしで旦那の不倫がその原因やったら旦那が悪いんやから。 その旦那に対して遠慮する必要はありませんから旦那が子供の扶養を育てていく義務な当然あるわけやから <laughs> それに対して別になんかねんかこう遠慮する必要はないわけです私の問題じゃないよ子供の問題だよっていうことですから全然そんなんで全然構わないわけですだから二者択一で二 <laughs> 者択一でなんか勝手にやってろいとその代わり給料だけ入れ <laughs> というのかまたは えー、ちゃんとエビデンスを残しておいて有利な形で離婚されるっていうようなことがこの二者択一ということになるのかなと思います。ね、で、えー、結局人間って悲しいことやけど自分の幸福のために生きてると思うんですね。というかそうしかないわけやけど。で もちろん亭主があなたを愛してくれてはったらその亭主に尽くすのがあなたの幸せということになりますから自分を犠牲にしても、えー、旦那が幸せになってくれたらってそれが結局どうにもなおさず自分の幸せなんだっていうそういう考え方やのはあくまでもお互いに愛情みたいなものがあるときにはその考え方も成立するけれどもこんなパカ,パ,かパカスカパカスカに <laughs> あのこう浮気したくるような亭主にそんなものがあるとは思えませんから。 しもう自分中心に考えていくしかないんででもう,うそしたらやっぱり子供を育てなきゃいけないみたいなことになったらほんならね低所ことなく考えてられませんもんねだから上手にあの確実にお金取れるものを取って離婚されるっていうことがやっぱ大事になってくるんかなというふうに思いますねうんまあ政府でそんなこと言うとってじゃあ言ってねえー うんまあまあそういうことになるわけやけどしかし実際には結婚した後に本当に、えー、この人と結実はこの人とそう、えー、結婚していかなきゃいけないとかこの人が本当に好きやったっていう人が結婚した後に現れるっていう場合って実はやっぱあると思うんですね。でえー 阿川佐和子さんなんかね阿川佐和子さんは初婚やったんか知らんけど阿川佐和子さんの今結婚されてるお医者さんいう人なんか結婚されとってで、えー、奥さんと離婚しはって阿川佐和子さんと結婚しはったんかでまあ人間そういうこともあるのかなと思いますしそういう筋の立て方みたいなことをちゃんと筋立ててやっぱり。 どういうてもこういうても人生長いわけやからでその時にまあ20いくつか30いくつぐらいじゃない場合でもあがさこそみたいな70ぐらいで結婚される時もあるかもしれんけど、まあ、多くの場合は20代30代で結婚されるわけやからそこからの人生長い人生の中でその人は本当に出会うべき人と後に結婚した後に出会っていくっていうことは結局否定できませんよねっていうことです。 ね、それはまあいいことで、いろんな意味であの多くの犠牲を払わなきゃいけないかもしれないけど、そういうことも確かにありますよね。うんだけどやっぱりあのそういう時にやっぱりあのちゃんと手続き踏んで、でその上で、えー、こう新たに結婚されていくっていうようなことは、それはまあ規定されるべきことではないんかもしれないけども。 まあこのパカスかパカパカスカ浮気していくっていうようなことやったら最初から結婚しなきゃいいじゃないって、えー、そんなふうに思うし残念ながらそんなパカスカパカスカ浮気するような人と結婚しはったということにもやっぱ一つの問題があるのかなというふうにもやっぱ思ったりもします。で えー、私自身についてどう思ってるかっていうとやっぱりまあちょっと残念なところやっぱありますよね私はまあ,あの寺の良瀬がや別に嫁さんと恋愛結婚してるわけじゃないんでだそれはまあ最初から諦めてるみたいなところがあって、えー、そこまで思ってないところもあるんですけどもまあまあ政府でやっぱりうんまあ、んなんでは困るよねっていうことやっぱたくさんありますよね。 それをどう困るんかいうことはちょっと <laughs> やめときますけどまあどう困るか言ってちょっとやるそれはちょっと決定的に困るところもたくさんあるんですけどもそれをまあ動画でしゃべることはちょっとできませんからやめときますけど <laughs>、うん、まあやっぱちょっと困ったなと思ってます。でもだから言うてそれでねなんか、あのー、どっかによそろに女性を作るという解消もないですし。 だからまあ女性た世の中半分女性やからあそういうものづけな女性もいないわけでもないのかもしれないけどもまあだから言うと離婚するなんか不倫するってのもちょっと違うかなとそれやっぱりちょっと僧侶という立場においてそういうこともできんかなと思いますねやっぱそううん。あ えー、こういうもんがブレーキかけてくれてるっていうことがね、えー、こういう職業みたいなもんがブレーキかけてくれてるいうところもありますしそからまあなんていうかね、えー、まあまあ解消がないようにもありますしねだからパカスかパカスが離婚するあの浮気するんですけどいうようなお悩みがあって <laughs> すごいなと。 思ったりもしますけどそんなパカスカパカスカ女性ひとっかい浮気してるんやな、ね、話聞いたらすげえなと思ったりもしますけどもまあ一面その男の人も不幸なんでしょうね。で,そ,ねんでそしてそんな人と結婚された女性も不幸なんでしょうね。うと思いますよ。ねあの,ねあの阿川佐和子さんみたいなああいうことはしてそのこともあるかなと思いますけど。 そうやけどそんな、ね、パカスがパカスが浮気するいうことになったらなんかやっぱそれ一つの不幸ですよ。男の勲章みたいなことを言うように言う人もあるんかもしれんけが一つの悲しみですわ。だからねそういう、そういうものを抱えているような人と結婚してしまったやったらね、あとはもう <laughs>。 給料さえもらってくれたらいいよっていうのとさっさと別れるっていうのとか二者選択で行くしかないよねっていうのはね残念やけども、えー、そこに一つの答えがあるのかなっていうふうに、えー、思います。ね、で離婚される場合はくれぐれも言うときますけど少しでも有利な条件で取れるもんちゃんと取ってそれは旦那が悪いんやさか遠慮する必要はないんで。 えー、シングルマザーになった後あまり苦しまないようにしていただきたいというのがやっぱりあのそうやって、えー、食べ物を運んだりしている私としては是非そのことをお伝えしたいです、はい、今日はこれで終わります。